石川達也です。えー、僕が、えー、高校生活の頃は土のグラウンドで、えー、一生懸命頑張っていましたけども,もう本当に今の、えー、グラウンドは人工芝ですごくやりやすい環境でできていると思うしぜひまた新しい人工芝、えー、みんなで協力して、えー、いいグラウンドになればもっといいプレーができると思うしぜひ。 えー、藤枝東が全国で優勝する姿を僕たちも見たいですし、えー、後輩の皆さんには頑張ってもらいたいなと思います。